はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品は前回に続きまして新しいご提供先のオマーラさんの商品をご紹介したいと思います。本日ご紹介する商品はこちら。はい、ちょっとね、なんとかポットっていうのに似てますけども、まあそう思っていただいて結構だと思いますの、ちょっと大きい版です。私の手で持ってこういう感じ、このサイズ、結構ある大きいものになります。よくね、100均なんかでも日本だと売ってますけど、100均なんかのちっちゃいのじゃなくて結構しっかりしたサイズになってます。なのでね、広げて、使う時とか、そういう時なんかにはね、結構、立派なサイズのコンパクトデジカメだったり、下手すりゃね、ビデオカメラ、あとは一眼レフもギリギリバランスがいいとこだったらいけるかな、あとはミラーレス一眼レフカメラとかね、そういうのは取り付けれると思います。製品にはね、こういうような、引っ張ると、バネの力で挟み込むようなスマートフォンホルダーはもともと付いてます。で、ここにね、ワンタッチのオマーラって書いてあるとこにボタンがありまして、ボタンを押すとここがクイックシューみたいになってますんで、カチッとはまるようになってます。で、ここのボタンを押せば外れるようになってるんで、最初にね、もうここに、例えばこういうようなミラーレス一眼レフカメラを、こういうふうに取り付けしておいて、はい、取り付けしておいて、裏側に三脚ネジの、ビスが入ってますんで、そのまま付けれます。で、こういうふうに付けましたらカチャッと、はい、セットして、こういう感じで自身の好きなとこ、上もね、首振りとかが自由なんで、こういうふうに好きなところで押さえて写真を撮ったりということができます。で、なおかつね、この部分、丸いポコポコポコってついてるところはですね、本当に自由に動かすことが可能です。どういうふうに動かすことが可能かっていうと、もうこの一つ一つが全部の関節なんで、一個ずつが自由に動きます。こういう感じで、で、なんとかポットっていうのより、動かしやすいです。動かしやすいけどしっかりこう止まる感が強いので、すごい使いやすいと思います。女性なんかだとなんとかポットの方すごい力が必要で、なんで思ったように固定できないなとかあるんですけど、これ程よい力加減で動くのですごい便利だなと私思いました。あと、ここのクイックシュンとこ、下のところがダイヤルになっていて、カチッとしておけば、ここのワンタッチのところのレバーが、誤作動防止で押せなくなります。そうすると、今外しちゃってるんだけど、これを例えばつけといてロックしとけば、ここが押されないので抜ける心配がないっていうふうに、うまく、こういうね、プラスチッキーな感じなんだけど、そういうところはうまく、作られています。で、実際何、どういう感じにつけんですかって話だけど、例えば私の腕が木だとしたら、木とかね、そういう、例えばガードレールのフェンスのとことかさ、そういうのもさ、こういうふうにじゃあつけましょうって言ったら、パッとバランスさえあればこういうふうに取り付けできるわけです。ちょっと今重くてね、くるっと回っちゃうけど、服が邪魔してるな。はい、こういう感じで取り付け可能です。こういう感じでね、はい。で、例えばこれ横方向にしたって、縦のね、柱とかそういうところにも自由だし、逆にこうやって足を安定させて広げれば、こういう感じでね、普通の三脚としても使えるし、あ、ちょっと高くしたいなと思ったら、ちょっと、幅は狭まるけど、こういうふうに背の高いミニ三脚みたいにもなったり、一つね、カバンの中に入れてちょっと旅行の時とか、なんだろうな、すげえ本格的にカメラ写真を撮らないけど、三脚ってあると便利だなっていう時ってあるじゃないですか。旅行とか行ってね、そういう時にこういうのがあるとね、例えば2人で、ご旅行に行った時とか、撮ってくれる人が周りに誰もいないよっていうところでも、フェンスだったりガードレールの縁だったりとかベンチだったり、そういうところにね、うまく乗っけて固定して、撮影をするなんてことができるような、仕組みの、ものになってます。で、この白いところはゴムの質感になってます。なので
滑り止めになっているので、先ほど言ったようにベンチに挟むとか椅子に挟むとか、そういうようなご使用方法の時に、滑って落ちたりしないようにちゃんとゴムで、固定してくれるようなことになっても、うまくできてます。で、あとはこういうふうにね、自撮り棒の短い版みたいな、撮影用のホルダーとしてもこういうふうにね、使えるんで、持ちやすくなって、活用もできる。いろいろね、このなんとかポットっていう名前の製品があって、その頃ね一時流行ったんですよ。いろんな使い方ができるっつって。で、それのまさに同じものなので、でなおかつね、ほんとね、製品的にはその頃のその無駄に硬いものじゃなくて程よい硬さで動かせる関節が、なので女性にも扱いやすいのかなと思います。例えばね、これこういう風に棒をちょっと横向きにこうやって斜めにすれば、こういう感じで自撮り棒みたいにね、いい角度にすれば、持ちやすいホルダーのいい、グリップになって、動画撮影だったり、タイマー機能を使ってね、自撮りしたり、そういうこともできるので大変、活用の幅は広いかと思います。特にね、先ほども言ってみて、本格的なカメラを撮ってる人よりも、女性だったり、そんなに本格的じゃないんだけど、ちょっとした三脚欲しいな。だけど、伸びたり縮んだりする三脚じゃ、だけだと置く場所とかね、考えなきゃいけないけど、これだったら挟んで置いたりとか、そういうことに活用できるんで、大変使える。ものだと思います。私もね、昔1個ね、全然そのなんとかポットじゃなくてね、他のもの持ってたんですけど、実際ね硬くて使えなくて、今ねどこにもないな、どっかに置いてあるのかな、どっかにしまっちゃってると思います。はい。だけどこれねだと使いやすいんで、例えばカメラに限らずね、ちょっとした、カメラ用のフラッシュだったり、そういうものも固定できたりして大変便利かなっていうふうに私は思います。はい。本日ご紹介した商品はこちら、オマーラさんのくねくね三脚、ミニ三脚って言ってますけどね、まあミニはミニだけど、程よい大きさのある三脚のご紹介でした。スマートフォン固定用のホルダーも付いてますんで、スマートフォンにもご使用できます。こちらの商品の概要は下の概要に Amazon のリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。以上、ムチ TV のムチでした。チャンネル登録もお願いいたします。ではまた。